さあ今回もデッドリーデイズロードトリップのプレイテスト版遊んでいきます。さあ前回初期キャラでねクリアしたんで、追加されたガンマンみたいなキャラを使っていこうと。で、まあどんなビルドを作るかね、アイテムによってもちろん考えていきますけど、まあ銃でいきたいかな。銃を超強化するみたいな。最初のとこはね、この右上の危険度みたいなやつがほぼないんで、ここで果敢に集めたいよね。あれ黄色いけど違うのかな。自分で撃てるか。勝手に撃つんですけど。さあ、レベル上がったらこれ待たないといけないんですよね。これがちょっと面倒です。ライター。ファイヤーダメージか。ショットガン、うわぁ、気になる。で、これは、リロードする、レンジ武器をリロードするときに、弾を撃つみたい。狭いなぁ、カバン。カバンも広げるしかないね。かかってないのか。こうすれば、あ、今ですよね。まあ、スタートは使えてなかったけど。よし、車はもうこれいつでも行けますから。漁りましょうよ、と。バルーンポンプ。なんでなんでバルーンポンプ。まだ1だもんね。夜までも全然行ける行ける行ける。もっともっと。もっともっと。もっと行こう、もっと。いつも帰れますから。知らなきゃに知らなきゃ。ドリル。あ、バックパック、ナイス。レベル上げも重要ですが、これね、ライフル、漁っていくことが重要ですよね。ナイフ。もうないか？左下か？レベルでも上げようかな、じゃあ。これね、倒しに行こう。で、この、なんかリロードのやつが複数つく、多いよね。この感じだと。つくんであれば、いけると思うんですけど、もっともっと。直しさえすればね、ライフルでも2ポイントか、銃ないな、じゃあ。どうしよっかな。で、ポンダミ 15% 上がる。これ普通にいいですね。入れるんであれば、カバン拡張しかないか。あれ、直してなんか途中のところでしかできないよね。もうこの辺はね、マップ見た感じなんもないから、敵倒そう。まだな、あーでも新しいできたな。もう一レベルだけ上げたいな。厳しいかな。あと、多分5体くらいですか？いや、あと3体くらいじゃない？違うかな？よし。ここだけもらっていきまーす。まあ、ライフルありますからね。カバン開けといて。増やしといて。大丈夫よ、別に。オッケー。そんな食らなかったね。ライフル直したとて入らないので、で、これは入れていいのか。直すか、ナイフまず売りましょうか。直してまだ使えないから直しもしない。レンジ武器貫通。ポンプ。入ってますかね。今これが効いてるんでしょ？ダメージ上がってます。貫通します。弾出ますと。ライフル強すぎるんでね。ちょっと。ハンドガンとか。まあ、同じ武器でも強化したよね。まあ、行こう。強いことは間違いないですね。
まあ、燃料早めに取っちゃって、またあさりに行くか。燃料すぐ集まりそう。今回のところはね、普通に資源、アイテムとかも。今何踏んだ？なんかたまにか通っちゃいけない。こう、出していったから爆発しちゃう。うわ。素晴らしいけど。早く行きゃいいってもんじゃないからね。もう燃料もね、数年分ありそう。あれ、右上経験値ないと思ってね。おお、AK。AK じゃん。欲しいね。もう AK にしたいんじゃないこんなんね。強い。まあ、ここで1枠開けば、ね、初期武器も入れれますし。これ青くない？あ、これか。ライフル。ライフル直せばさ、結構出てない？あげれるよね。いや、強い強い強い。大丈夫。まだまだいけます。スコープ。レンジウェポンのレンジが広がりますよ。トリガー。ファイアレート上がりますよ。トリガーってこれ何でトリガーされるの？レンジウェポンのファイアレート。レンジ。こっちかな。もうこれでかいから使いづらいですけど。爆発的にも撃ちまくって経験値はちょっともう取るか。もうカバン行っていいよ。ナイス。おさあこれですね、ポイントが開くんだよね。開くと、まあ開くでいい か、 なんか増えるとかじゃない。まあ、筋力上がるからってことだよね、多分ね。そう思うんですけど。爆発爆発。爆発いれば爆発。やって。よし。バックパック、これシンプル嬉しいね。ライター。いや、まだね、私はいけるんですよ。行っちゃいましょう。下にあります。夜明けまで行っちゃおうかな。もうね、いっそ レベル上がったけど。大丈夫、爆発ちゃんと見てますよ。木でなんかあんま見えないけど、雑魚とか。いけないんか、そっち。どうしようかな。17か。帰ろっか。目にちょっと待って、振りすぎ振りすぎ。めっちゃある。そしてあー、これこれ、ね、どうすればいいんだっけ。相手入れればいいか、別に。エクストラマガジン。連射力とクリップサイズが増えるけど、リロードが長くなるかな。いただくだけ。こちらに入りますか。お願いします。じゃあゴールしよう。余裕じゃない。あった、危ないか。よし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 。危ねえ。でも食らってない食らってない。まずカバン広げて、初期武器のこちらをですね、ああ違うか。
置いて、これをこうやってあげます。青ね。で、音形をこちらにつけまして、あそこもいいな、ちょっと一旦動かして、ここでついてるよね。よし、まあ、ドリルはもちろんあちらの方につけて、あとちょ調整して1個でいいかな、開けといて、エクストラマガジンね。あ、これいけんじゃん。あげます。 75% がありますよと。でこれまあ今いらないからちょっとやめといて、刀はいらんかな、前回使ってますし。直せます組ね。ライターか、ちょっと入れてみるか。ここ上げれる。もう一個あればさらに上いけるよね。ちょっとここ調整できないか。まあ、パーツがね、ちょっとないので。あ、でも、ストレージがいっぱいみたい。じゃ、これもう捨てちゃおっかな。リロード長いんだよね。連射力とマガジン数。まあ、でも欲しいか。で、いや、もう入んないんだよ。まあこれでもさ、もう一個あればいけるでしょ。これ捨てとくか。ここでいけますかね。これ一旦さ、入れてさ、じゃ一旦外すか。一旦入れてさ、投げといてさ。てか待って、これ一旦入れれんの？今普通にやってたけど、一旦入れれるんだ。使えんじゃん、じゃあね。これどこに効いてる？これ効いてる？効いてんのか。ああ、そうか。とこう入ってます。これ、貫通、いらんかな。入んないっすね。上、ちょ、カバン、ちょっと次調整して。よし、いきます。いや、もういいんじゃない？ちょ、前回の粘ってね。前回の倍の時間、行きたいわ。同じマップ数で倍の時間。どれが爆発して今。これやってるせいかさ、いきなりちょっと難しくなってない時間かけすぎてるせいか。こっちあんまなんもないわ。カバンかなあ。でもライフルいけるね。ちょっといっとくか。いった方がね、いいよね。まあ今ここアクセスできないからできはしないですけど、より強い武器。ライフルかな。そこがちょっと疑問ありますね。リボルバーの方が強くない？お、バックパック。同じ夜でも今のが数段難しいんで、まず帰れる環境を作っておかないとね。チェーンソーいた今。これは、ああ、でも、ああ、これあげれるよね。入れといて。よし、帰れる帰れる。あさりながら行こう、あさりながら。ライフルあれだね。連射はもちろん弱いですけど、火力がすごいな。
当たりはたちまち敵は倒れてますね。あら、AK じゃない。あげまーす。まあ、どんなもん変わってるかあれだね、意識してない。ちょ、次できるから、見てみるか。いや、ちょっと集めたくない？帰るか。いやー、すごいよ、今。カバンもどう入れようか、みたいな。入りますね。あ、うん、拡張されていくしね。武器に関しては無理ですけど。これどこにつけるんだ。ライターいるんかな。待ってね。まずこれを上げといて、いきますね。ダメージ75、クリップサイズ6。100。ああ、まあダメージが盛り上がるのかな。ダメージ207、ドン。265。まあまあまあ。これってさ、こういうこと？違うな。じゃあ違います。上がってればなんか光るっぽいもんね。恩恵があれば。フットウェアアイテムか。フットウェアアイテムっていうのが、この下にあるんですね。持ってないですね。こっちあげようか、ってか。連射力上がるのはこっちの方がいいよね。ちょ、フットウェア来たらすごいよ、今。待ってます。ゴーボ待ってます、ゴーボ。これも連射だっけ？そうだよね。配置変えるか。こうしてもつきますから。ダブル連射行って。炎はこっちかな、じゃあね。ドリル。いいんじゃない？これちょっと武器いきたいっすね。いや、強いよ、だいぶ。もっと粘った方がよかったかな。でも倒せなくなってきたからね。ライフルも連射結構上げてます。リロードが長くなったと思うんで。何を食らって今。投げられた。ああ、まあ、あいつか、どれだ。激しい敵の攻撃が。燃やしちゃなんか良くないかもね。爆発やつがもともと燃えてるよね。あれ、まあ、足の速さで判別するか、下から来てますけど。あいつ結構怖い。まずは安定的に。車あされば燃料基本出ますから。バルーンポンプ。強化できるんじゃないこれで。今のは遠距離。やばいやばい。めちゃくちゃ食らうね。スコープ。ドリル。SM。まあ、持てないしな。スコープかな。レンジね。レンジ足りないって思えないからこれでいいや。ドリル。おー。上もいけるのか。怖い怖い怖い。立ち止まれないよ、あいつがいたら。よし。帰れる帰れる。いや、でもさ、ちょっとどうよ。経験値とか欲しくない？戻っちゃった方がいっぱいあんの今。痛い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 。待って待って待って。割と死にそうです。
あれだよね、分かってるよ、分かってますけど。お願い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 、よし、危ねえ。さあこれあげましょうか。入らないよね、ダメージか。いやこっちだよね。あ、どう、いや両方欲しいな。配置考えるか。これの範囲で考え、あでも両方行こうと思うと、これと全部行こうと思うと入らないか。どうしても無理になっちゃうな。ここ今入ってますダメージで、代わりにこれが抜けてて、うんって感じですね。入らないと。これ上がるとかでもなさそうだよな。レベルもう一個とかだよね。こいつこいつにてあると思う。あれ一本です。よし、ちょっとこれ燃料多めにする。先確保してね。あ、めちゃめちゃある。よし、いいよ。いけんじゃん、いきなり。まだか。まずアサルの優先で、もうレベルアップはもうね無理でしょ。車でも燃料すぎるんだよな、こういう箱とか。箱が一番いいんですかね。こういうのとか。エクストラマガジン、車はもういらない気がするんだよね。まあ、出なくはないと思うんですけど、間違いないのはボックスとかだと思うんだよな。回復か、ショットガン。序盤にアイテム取りまくってなんかもう出なくなっちゃったね。捨ててあんの？ゴミ箱に捨ててあんのか、燃料が。もったいない、もったいない。いやー、レベルで出んかな。これだけ取っていこう。おー、出た。出たけど、あれじゃないよね。あげるか？あ、上がんないんだ。これが上がっ、しょうがないんじゃないの？エフェクティブネス。効果上げるんですよね、多分ね。よし。
まあこれかな。40% アップ。おマガジン 200% アップ。リロード 40% ダウン。他の武器試してみようかな。怖いな。でも対極の武器で超連射と超一発の、特にショットガン入れるのは難しいよね。あと1個だけ欲しいな。あ、取るべきじゃなかった。そんで食らってますめっちゃ。よし、燃料はすぐ集まりそう。いけ、25レベルか。後半思うようにいってないな。あのアイテムラッシュからすればね、全く足りないというか。やっぱ車出んな。車しかないね。燃料が少ないときとそもそも車が減って代わりにアイテムのやつが増えるみたいな感じで出ると思うんですけど、赤いボックスかな。青いのは回復なんですよ。燃料だよな。あんなとこ、あんなとこ怖すぎるって。いや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 、基地に入れって言われてるんですけど。無理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 。あれは入れたいな。あれを抜いて2個あんなら抜けるんですけど、22になってるからより打つ手がないね。やばい、ここで。あー、今回燃料少ないよ。相対的に武器は取りやすいか。あぶね。あ、でもさっきのやつ、これさっきのやつじゃない。じゃあ食らずにいけたんだね。無駄なダメージを食らいました。持ち越しはないですけど、カバンいらないか。それ可能性残しておこうか。ちょっとメットもう一個いけるかもしれないのね。青は回復だもんね。そうね。めっちゃでも車あるけど、燃料少なめって聞いてきたんですけども。これも燃料か。これも回復だし。あったあった。これドクロマークいった。 AKAKAK ナイスナイスだけど、赤ボックスを探せ。ここだ、ちっちゃ。じゃ、来い、来い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 。ライフル。重い武器しか出ない。あれを右の方に行こうか。
グレネード。まあこの辺は別に何もつかないし。あ、リボルバー、ダブルリボルバーにするかも。缶詰だしな。大丈夫大丈夫、強いから。まずこれ意味ないですね。ボトルぶん投げるようなのもひたすら適当に置いといて、入れられるものがですね、ライフルを抜いてリボルバー2個っていうことができますね。まあ、1個つくはつくので、まあ、ここにリボルバー置いて、あ、でもリボルバーだったらこうかな、置き方としては。こうかな、あれ、あ、違うか、ここのには関係ないのかな。1個1減るだけなのかな、そういう感じか。増えてるわけじゃないのか。まあじゃあ変わらずだね。これどっちこうだっけ。爆弾、炎、ドリル、こっちだね。こっちにしようかな。もう色味的にはしょぼいですけど。あ、でこれさらにもね、追加できない。これ入らんか。こうでつけて、つけてリロードが間に合うかわかんないですけど リロード長いな、リロード。あ、でもいけるいける。いけるか合ってんのかな。こっちにしますか、ちょっと。もう2つあるんでいいです。言うてそんな変わんないかな。さあ、ボスボスボス。変わらないね、君も。練習力圧倒的じゃないですか。いた、で、まあいいや、近づかなくて勝てますからね、結局。ライフルも強いしな、両方いいね。物価差少ないですけど。さあ、粘って粘って強くしてきて、右上どう34、前回より圧倒的に高いかもしれないですが、まあ、もう何もできんしな。アイス MG、まあ、一応出れば出るよね、車からも。さあ、2本の武器、しかしそれを超強くして圧倒しましたね。さあ、新しく増えるかな。あ、なんかでもありますね。バナナコスチュームを見つける。こっから見つけられるようになったのかな。さあ、インベントリ管理でね、特定の武器へとてつもない強化をすることもできると。まあ、つく箇所的にね、複数の武器に1個のアイテムから強化も全然できるので、うまくはまればですよね。すべてをこう、
完璧にはめることはできないですけど、何かをね、ある程度犠牲にしながら、まあ、しかし武器を合成して強くしながら、武器もアイテムも合成できるんで、そこで、より良い、最強のね、ビルドを作っていくと。